どうも、かけるです。知っている方も多いかと思うんですが、実は自分バトルする面白いやつ作りたいなーっていう感じで FT さんとこんな二輪のバトルするマシンを作ることになりました。ということで今回はとりあえず動くもの作っていくよーってことで、キット編を改造して簡単に作れないかなーって思って作ったキットがこれ。 Wi-Fi 経由でスマホで操作する感じが、プログラムにプロテクトかかりすぎて全然いじれない。じゃあちゃんと作りますか。まずは基板から。つっても地味なんで飛ばす。基本的にはこのモータードライバーっていう石板をラズパイっていうちっこいコンピューターにつないでモーターを回す感じ。できた。メカエンジニア作、モーター回す基板。エレキ系の人に見せたら、叩かれそう。まあ動きは一緒。あとはいろいろくっつけて、ちっちゃいパソコンにポン。モーターもつないで、あとは養生テープ。雑。じゃあいよいよ、出して動くのか。スマホのボタンを押して、おお、いい感じ、いい感じ。ちゃんと動いた。でもなんか電源ケーブルつながってると、微妙な感じ。ってことで電源の回路を追加してバッテリーで動くようにしてみました。でも相変わらず養生テープ。けい、こんな感じ。まあ試作だし動きゃいいんですよ、動きゃ。ちゃんとスマホから動いてくれてる。オッケー。あとはちゃんとプログラムを作ってシャーシとかカバーとか武器を作ればオッケーって感じですね。ここからは FT さんと協力してちゃんと形にしていこうと思います。今日も楽しかった。じゃあまた。